うるま応援団そうですねはいうるま応援団 <laughs> はい今日領事さんが休みということであのー、スーパーセールワーケさんと、えー、正義は時に人を狂気にするキャンマブイワックラーですはいの2人で今日はお送りしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますお願いします最初の1分間全く入ってなかったです <laughs> <laughs> すいません、もう本当に、どんだけ、あの、ずっと裏で BGM ばっか流してたけど、何時間、でも口動いてるから、あれ喋ってるつもりなのかなと思ったら、<laughs> マイク、マイクが上がってなかったで、ね、すね、ちょっと渋いラジオになってしまいましたね。<laughs> いや、聞いたことないよ、今時で。<laughs> あんだけ喋ったあとは、ちょっとね、ビートだけ流す1時間っていう。<laughs> そうそう あーよかったちゃんと放送事故で気付いてもらえてそうだな、はい、ずっと口パクでやってたな気付かずに気づかずにずっと口パクでやってたねあとこのビート何 <laughs> このビートはですねいやまあ前もりょうちさん休んだ時にビート間違ったんですよただその時はもうエンディングスタートみたいな曲だったからそれよりかはもう全然マシあ,あんまないよなこの音でずっと喋るのって <laughs> 確かにな <laughs> うん 結構あれ心地いいんだないつもやってるあのなんか BGM ってうん行司さんがねいかにいろんなことをしてたかってわかるよな確かにねうん案外ね案外とか言うのはまあ案外あれでもあれでもって思うけどいない時に先輩いじるっていうのはうセオリーだから,だからお笑い芸人のね もうあれの扱いをやめよう,、ね、うあれとか言,うお前言えば言うほどお前あの人に失礼あの人っていうのもおかしいけどいやボロが出すぎる、ね、ちょっと違うパート入ってるよビート何これいやもうこれはもうあれよもういじれないからこれってなんかコーナーの一つとかで使うビートじゃないわこんなずっとずっと流れればこんなあでもなんかあれじゃなかったなんかずっと一応 BGM は流れてなかったっけ あこんな激しかったかなまあここまで激しいところまではいつも行かなかった気がするそうだなうんそうですねなんか今日二人っていうことでなんかあ,ある1週間 <laughs> 1> そういえば先週は台風で <laughs> あの、うるま応援団 <laughs> なくなってですねはい、はい、今日桐生さん来れないということで、はいうん、急遽二人に確かに 昨日か昨日の夜12時過ぎにうんちょっとごめんなさい用事があるからはいはい、はい、2> と2人でちょっと頑張ってくれただ俺は聞いてるからっていうことで涼さんこれは聞いてるはず <laughs> 聞ける状態ってこと <laughs> いやわからんわからんけどそうっすね、うん、ま詳しくわからんから <laughs> 俺にだって来てないからねいつ毎回 <laughs> <あ>別にこの別にね先輩だからわざわざ俺にやらなくてもいいんだけど たまに岩倉があってもいいんじゃない和受けの日とかだけじゃなくてね。<laughs> じゃなんでそこでででババババチチバチチななのはいけど <laughs>、うん、でちょっと、まあ、まあこれはよくないけど、うん、まあこれは俺が悪いけど、まあ、遅刻しそうになった時に確かにねあのねよくあ,あれに今ノリでちょっと和受けにだけやった場合あああれノリだったんだ。<laughs> ちょっとそういうちょ、まあまあ、俺が悪いなあれは先輩をちょっと立て立て出てないというか。<laughs> そしたらうじさんがちょっとちょっと本気でちょっと嫌がってたね <laughs> 確かにな、うん、嫌がってた顔してたもんね、うん、だから次回ちょっと遅れそうな時あ <laughs> ってからその時はしっかりえー、午前中で「遅れそうです」と「なご <laughs> なので」ってしっかり送ったねうじさんだけどだら岩倉が来るの大体遅いからまあいつも待機してるのはうじさんと俺二人なのよその時にあの はいはいはい。今日岩倉から連絡来てからみじゃあちょっと名孫だから遅れるかもしれんみたいな <laughs> はい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 ちょっとびっくりしてたの、ね、よはいはいはいなんかむしろあのまま貫いてほしかったよなみたいな <laughs> 難しいなそうそうそう なんか内心は心のどこかではもう俺を返してずっとやり取りしたかったのかな <laughs> そうなのかもしれない <laughs> 直接俺とのツールは持ちたくなかったのかもしれないいやめんどくさいわ俺が逆に間に入ってる俺が面倒くさい確かにそれはしょうがないななんか最近あった最近なーできれば2時間以内の 2> 2時間以内 <laughs> <laughs> あもうここ最近とかじゃなくても2時間以内に起こったことうん怖いだろ普通に車運転,だ運転してたしかないけど2時間以内だったらあ携帯いじりながら携帯いじりながらいじってねえわ <laughs> <laughs> 携帯いじ,いじってねえわ <laughs> 携帯いじってないあ俺はちょっとね、あのー、さっき、ま、仕事終わってちょっと家寄る時間あったから、うん、ちょっと寄ったらポストにね、うんえー、ちょっと 先月使いすぎたクレジットカードの請求が来ててあんまりこんなに言うことじゃないけどこれちなみにだけどこの請求額は聞いてもいいの全然いいあに。うんだよ俺の来月の給料が15日ぐらい入るんだけど大体多分18万ぐらい引かれて15万ぐらいかなああのあれね社会保険とか引かれて で請求来たのが二十一万。それ十五日までに払って。まあ俺が悪いけどね。いやお前が悪いやそれ。確実に足りないわけよ。六万ぐらい足りないです。確実に。この六万をどう。 この残りの5日間ぐらいで調達するかっていう俺の激動の5日間が始まる <laughs> 毎月始まるこれいやいや毎月始まるじゃないのよもう生きてたら始まってるのよずっと違うじゃこれさ結局お前があのまあイクラが6万を工面したとしても、うん、むしろそれがなんていうの達成したとしても全部取られるから、うん、残るのゼロさはいはいはいこのあとはどうしてるどうする こういう会社でしっかりしてるのよね返したらしっかりまた枠くれるのあ、なるほどうんあ、返してくれてありがとうございます、ね、あなたは信用があるから もうワンチャンスみたいな感じだなまた使っちゃいなよとああそんなジャニーさんみたいな言い方しないでしょユウ使っちゃいなって君のお金だよってくるのよ嘘つくなだったら返さないでいいだろって言うけどそれは違えば冷静になったらそれはそうだろうなそれはあっち氷菓いだからなってこれねちょっとね笑いにできないんだろうなこれお前の金額がリアルなのよそりみんな全然笑ってくれないなこの話 うん、俺は面白いけどな笑ってくれるのは <laughs> パチンカスだけ <laughs> バレる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 <笑>,笑ってるやつバレる本当に本当にでもまあお前も、うん、まあ結構ピンチな時ってあるでしょ、まあ、お金じゃなくてもピンチな時はもうあるねまあ,あ特にまあ仕事かなピンチよく俺も時間帯 要は今うるま市からこの儀乃湾に通っててはいはいはい時間がギリギリなのよねいつもどういちょっと意味が分からないあの分かるこのゴーパチって魔、うん、の領域なの分かるあっ初めて聞いたうっそ魔の領域なの魔の領域いつなん何だろうな、うん、どれぐらい混み込み具合が日によって違うあースロットじゃなくてパチンコか分かりやすく言ったら。<laughs> データが読めないってことでしょ<笑><笑><笑>確率で言えばパチンコなんだけど <laughs> じゃパチンコと一緒にしたら分からんのよ道路 <laughs> ギャンブルネズッチェにギャンブルネズッチェじゃないのよ <laughs> でもそういうことだろ分<も><も>かりづらいんだろ分かりづらく言えばそうなのよでも分かりやすく言えば雨の日晴れの日でそのあとは時間帯によって事故が起きてたらどれぐらい混む混みの量が 半端なくなるとかっていうのが読めなくてはい、はい、だからせっかくやっと BGM 来たじゃないのこれこれいつも来たのこれこれこれじゃないの <laughs> これなん十一番なのかな知ら <laughs> ないけどえー確かにな雨の日は混むのはわかるだうそうそうそう雨の日は混むからやっぱり十分前とかには出るんだけど雨の日って 結構な確率で事故が起きてたりするから。俺、まちょっと、これ不謹慎かもしれないけど、うん、まし、まそんなことしたら、もう話できないから、ね。あ、まあ、まあ、まあ、はい、はい。雨の日さ、こむ。さ、うん、こむ,、うん、む,む、こむ。依頼、なんでだわと思う。じゃ <laughs>、まじ。じゃ、みんな、普通に雨の日こむからねって言うけど。なんでば。なんでこむば雨だから。意味が分からんけど <laughs> だ。だから、あれは、もう、全国民が。うん、あの、気をつけてるんでしょ 沖縄の道路は滑るよっていうのを分かってるから前もって車間距離とあの法定速度が一段著しく落ちて<笑><笑>まあまあ送迎あるとか聞くけど <laughs> あま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 あそうね送迎とかもこの子供のね、うん、あの送り迎えが増えるっていうのもあるし、うん、この「明るい雨の日混むから」っていうやつの理由聞いてもよ、うん、にしてもばよ <laughs> あんな変わる変わわるるのよ前頭 A サーぐらいになってる時あるさ <laughs> 沖縄知らへんとかなん,な,なんでよって33丸がピクリとも動かないとかあ,あれ何 ?33 丸あれ33 <laughs> 丸2車線ダメよ <laughs> あーえンしてるとかね33丸はあれなんていうのピクリとも動かない理由はあれプラス路中があるからマジで動かんだよね あー路中あれですあっちで路中するフラーいるわフラーでいたらまあ何かにね,かね理由があるかもしれんけど <laughs> そうそうそうだってだから三々丸に関してはあのバスの通りも多くてだバスが3台めっちゃ並んでる時とかもあるしあ<ー>だからプラスだから路中とかもあるからもうあそこは正直ゴーパチよりひどいかもしれんひどい時は確か俺この俺も裏添え毎回行くんだけどうん この仕事、バイト先がねで俺高速乗ってば毎日金ないくせによ確かにお前冒頭で金ないって言っわりには本当にもう欲をさなんでも先に優先しちゃって睡眠とか全部の欲でそれでこの睡眠優先し、高速乗るんだけどあのま期待にったまではまあもう俺プロだわよ俺のオチからね あの串川からうん、うん、もうこここむこここまないっていうあはいはいはいこのずっと通ってるからどこが混んでマジで一回もブレーキしない嘘つくなそれすごい技術これいい1回もブレーキしないって嘘ついたけどあの… <laughs> うんうんってやめえ、ね <laughs> <laughs> あ、もうバラだだけど <laughs> うん、うん、一応マジでスムーズにいくばよあなるほどで、うん、も分かってるからでも西原インターでいつもよ、うん、西原をあの行列できてるばよえ、<笑>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 あなん西原インターはもうブレーキ踏まざるをえないぐらいあの道路に車が溢れてるからねで ななんかなんで混んでんのかなーって見るやし、うん、ETC とかでさなんか,つ、ま、なんか詰まってるやつくれば罰出てれば <laughs> かるわ何あれ<か> <laughs> どういうつもり<笑><笑>分からんけどいや分からんよこいつがなんで詰まってんのか,か ETC つけてないのにいってるのか <laughs> つけててなんか不具合なのか分からんけど、うん、でもなどういうつもりあれ。 毎回毎回 <laughs> 俺に聞くなよね俺も逆にそこ知りたいわ俺もう後ろが混むっていうなんかなんていうのかなすごい迷惑かけるぐらいと俺あのバー突き破るけど <laughs> <laughs> もうそのリほうが混むかもうお前を取り押さえるために高速道路が封鎖になるからう他の人の迷惑になるそれはそっかこち亀みたいに一番簡潔じゃないからね俺の人生はお前の人生こち亀じゃないから続くもんなこち亀やあれ続いてたらもう亮さんに大変なことなってるよと借金の額は相当長くらしいけどね まあ確かにねでも混むのはちょっとあるよなこうお前の,その分かる分かる、うん、あそうそうそう,そうだからちょっと時間にいつもヒヤヒヤするというかあでも最近はコ,コロナの影響かからんけどなんか空いてんあ確かに空いてる空いてるだから今あの8時過ぎて出たらもう 基本的にアウトだわけ。何時、何時、何時、9時、九時の、九時<あ>出社の8時過ぎに出たらもう、ギノワンって結構アウトで。あ、1時間じゃつかない、お前のうちがどこかしら。1>, 1時間がやっとギリギリ。お前のうちどこよあの、ぐしかわ。俺とずっと話してるみたいに話すけど、<laughs> 一応、一応聞いてる人いるか、1人。1> まあでも、あれよ、あのちゃんとした <laughs> 住所は言えないけど、ぐしかわや。 具志ね。ぐし川ぐし川,川からギノワ湾ああお前はそのままもう330あいやもう5八、5八3 3 0だったらもう危険すぎるから <laughs> <laughs> そんなねライカム交差点から曲がっていくあもうそのままあれなんて言ったらいいかな あの免許のところあそうそう免許のところからああ東,東京書店のところ東京書店のところもうあそう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 あの国体道路から東京書店のとこから <laughs> 行くってこところでしょう <laughs> 東京書店って言わなくて別にいいけど国体道路でいいやし <laughs> から行くんでしょ <laughs> あそうそう国体道路をねあの通って五分で降りるんだけどあ,あっちかあっちも混みそうだけどなまああっちも混むんだけどあっちはだって常になんか工事してるから 国体道路は常になんか工事してる一生終わらない工事してるんだけど <laughs> <laughs> 一生終わらない工事って何だろう,違う,違う絶対何か企んでるやつ違う本当に終わったと思ったらなんかその先か前でまた新しい工事がスタートしてるのよいつの間にか何してんだろうな分からんのよ俺はもう昼夜問わずやってるから混むのよねあっちも俺も土木の場合としてたけど、うん あのー、昔北インターのさ、うん、ところずっと工事したのからローソンがあったとこあああもうはどれぐらい工事してたかもう本当に指じゃ数えれないぐらいの年業。別に今今の年で指で数えないだろ <laughs> 本当にもうすごいぐらいやつさ永遠と、うん、あれの人の工事してる人と会うことがあってから現在、はい、何の工事ですかって言ったら いや分からんって言ってたもうなんかいろいろ変わるってあそうなんだんなんこの道路の下に入ってる配管とかの工事とかじゃなくて分からないんだもんって俺も聞いたけど、うん、なんか下水管とかそういうなんか分からんけど、うん、ですからいや分からんなこの分からんって伝言ゲームみたいになってるって,って <laughs> こ,のこの人が言うにはね <laughs> そんな金かかった伝言ゲーム嫌だろいこの人は上から下に行くまでで <laughs> なんかすごい変わってんじゃない <laughs> 沖縄の人よくあるさあそこに何々できるってよって言って絶対できない <laughs> 確かにあれあの敷地に映画館できるっていうのあるよなあだからウルマシティプラザが <laughs> そうそうそうすぐ映画館にするからなウルマシのやつ <laughs> だけどできないっつってめちゃめちゃ楽しみだったのよあれ <laughs> 俺も信じてた派だからあれもなあの名古屋にユニバーサル・スタジオができるってやつもなあれは <laughs> あれはでも本当に上がってたみたいだけどさあ,あれも上がってたけど信じたさもう信じたっていうかもうこの構想まで出てきたからあれなんだわ <laughs> 俺政治とか全然わからないからからないん何の話だわあれ <laughs> いやだけど確かに沖縄の人 観光業だからこの<ー>すぐ信じたがるっていうか確かになーすぐなくなったね本当になんか台風とかもさまあ,あこれはあんま言っちゃい,いけないのかええんか俺もよなんか考えて喋れってよく怒られるから <laughs> 本当に <laughs> 本当にもう二人の間でまあまあなこと言ってたけどね <laughs> <laughs> なんか一応なんかありよな、うん、なんか合わせのさ、うん、ところにディズニーランドのホテル ディズニーランドではないけど、うん、なんかディズニーの系列のホテルができるみたいな。 あ、あの埋め立て地に。そうなんかこれはもうなんか本当っていう情報を得てればこの信頼度がい。あ、はいはいはい。高い高いんだ。うんうん。八十パーぐらいあるぐらい。いやちょっともうごめんなさい。金保留ぐらいのよか人からのか。やっぱりな。でも全部でもでもよ。あの保留から金保留だからガセかもしれない場合。まあ、確かに確かにあの百パーじゃないからね。<laughs> 金保留。<laughs> 全然全然。<laughs> だから一応,一応あそこにできるみたいな話を聞いたな、うん、へえでもこれお前信じてる結構あだわるんじゃないわいや分からん俺はあの合わせ通るたんびにそういう建物は一切見ないからなんかあのケンソ俺場所は当たってれば分からんけどケンソウのさ、ねはい、ところになんかさ ケンソーのところなんかやってるのかな？ケンソーの近くなんか海海を埋めた埋め立ってあるあるあるあ,あれフェース立ってるとこでしょ？そうそうあれああれなんだえ一生あれじゃない？<laughs> ちょっと待ってマジでなんかあれ <laughs> あれって,って小学校の時からあれ変わらんけどマジでわからんけど <laughs> <う>あれ本当になうんそう本当にしないと高いかそれ高いでもさなんか知らないけどでかい建物って本当に急に立つよな あ急に立つねえだってライカムとか信じてなかったもん確かにライカムマジで3か月ぐらい経った経った記憶ない確かにあれ芯早くよかった死めちゃめちゃ早かったねなんかライカムって知ってからの <laughs> もう早かったよな早かったね人手足りないみたいな情報も,うもうめちゃめちゃあったし一応ライカムだから本当にこの人足りない現状が、うん、あの玄関に出ててあのなんか隠しを止める玄関がある タクシーうん、タクシーとかあのー、おっきいな空港ジラの空港ジラのあの一周できるようになってるライカムの玄関口みたいなのあるんだけどそこにある石がやっぱり作業を早めた結果で結構ちぐはぐに設置されてたりとかで歪んでるのよあそうなんだううん、うだからあやっぱりそうこういうとこいとろ なんかなあなあじゃないけど結構急いだんだろうなと思って着眼点すごいなあちょちょマジで役所の人 <laughs> 役所の人じゃないのよ <laughs> ライカムができた時にすごい綺麗な目で見てたけど玄関入り口入る時にそこを最初に見つけてしまってええー なんかやっぱりこの噂で聞いてた通りめっちゃみんな急いだんだろうなと思ってあーでもまあ後期が迫っていったのかもしれないしな確かにねもう本当に早かったもんなめっちゃ早かったな、うん、確かに確かにんかでかい建物パルコシティとか俺そこ行ったことないわ、ま、だあパルコシティ行ったことないんだまだなくてパルコシティはメロンみたいな感じかなメロンメ,メロメロンメロメイロメイロ,メイロあの<ッ>ライカム と、あのちょっと比べると迷路に近いどういうことあの地下鉄みたいになってる<笑><笑>そんな迷路じゃないんだけどど,どういうこと何だろうなテナントが結構入り組んでて迷子になりやすいというか<ー>どこに何があるかがちょっと分かりづらいあーライカムよりあライカムはあのあー中央かそうそう,そう中央が通り道でそのそばにテナントがあるから何かどこにいるかっていうのはちょっと分かりやすいんだけどはい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  パルコシティはあのテナントがあってその間に全部道があるから今どこにいるんだろうみたいな感覚になるビレ,ビレバンとどっちか迷う <laughs> ビレバンと丸中同じぐらい迷うよ <laughs> 迷うなか比較よ <laughs> いや <laughs> いやいや丸中の方が迷うわ <laughs> 丸中やばいよな丸中やばいね俺ちっちゃい頃あそこから出れなくなったことあるホ <laughs> んあに <に>い<や> <laughs> 何でも売りすぎだろうっつなた<ょ>もうあの味方なのは分かるよこのあ<ー>いつでも空いてるし本当に休みの日曜日でもずーっと車やばいよね理解してるすごいなんか庶民の味方の丸中しかも安いしねグリーンとかも全部あ,あんだけ多分売れてるさ売れてる売れてる相当売れてんのに、うん、一切駐車場の整備しないよな <laughs> あの坂あの奥行坂のところとか,かいつもなんか汚い駐車場 <laughs> なんかボコボコしちゃってる <laughs> やばいよねだからもう工事できないのよ車がみんな来るから毎日,毎日確かにその理由あるかも <laughs> う本当に確かになお金は多分あると思うんだけどあのほんとにお客さんを止めたら ダメかなだからああの丸中が休まないと工事はできないのよ丸中って掃除したことあんのかな全然 <laughs> ねこの丸中とさなんか俺倉庫のバイトとかさ倉庫とか行くやつだけどああそうか学生結構あるもんね<う>丸中のバイトって案外倉庫ってさなんかこの物質とかと一緒で、うん、なんかこうスッて滑ボーリングみたいに滑るわけよ <laughs> そう丸中も全く一緒だった <laughs> なんでよじゃあなんでこのボーリングの,あの床,床のほんとほんとにそれぐらいでもでもまあ丸中いいところ何でもあるよなお前が言ったように確かにそう何でもあるのにあるしあの なんかこれ邪魔だなと思ったら全部商品だし <laughs> 確かにな、えっと、すごいよな本当に、もに人が通る道に全部置かれてるし隙間という隙間に商品がね本当に置かれてるから確か,確かにビレ版みたいで面白いではあるけど丸中昔俺がちっちゃい頃、うん、プレ2のカセットあったから嘘、ね、<laughs> つくの見たことないけど5本,5本ぐらい <laughs> 本当に、ね、中古なのいや分からんけど <laughs> じゃあじゃあ すごいよよターゲット誰よマジで <laughs> 分からんけどプレスのソフト界に丸なんかくやついないだろ絶対笛とか一応ったことあるあああるあるあるなんかいろんなの売ってるよねそうそうそう,そうだから俺はなんか音が建築とかだからたまにあそうなのそうそう行ったことは何回かあるのよあ<ー>でその時に壊れかけのアイス冷凍してる、うん 壊れかけか分からんだろお前 <laughs> <の> <laughs> お前の知識じゃん違う違うマ,ジマジでもう小学校の時から多分ずーっと変わってないねあれねやばいめちゃめちゃボコボコよもうあれもだっええでもめっちゃ冷えてるやつちょっとめっちゃキンキンびっくりするぐらいキンキン<ー>冷えてるんだけどもう本当にあのアン,パンマンアンパンマンのアンパンマンのアイスがなんて氷で埋もれてるくらいキンキンしたんだけど一番なんかいらないアイスをなんかそいだアイスボックスよな <laughs> もうお前の方がお前の方が性格悪いやんで,で種類がもう絶対食うアイスしかないさ、はい、もうなんかこの絶対もうこれ食うよみたいな <laughs> からいらんアイスないばいあのあの中にそう確かにな小学校の時とか嬉しかったなあの30円のソーダアイスわか,かる今40円だろあ今40円なんだもしかしたら50円になってるかもああ<ー>当たりがないやつだあそうそう当たりないやつなんだけどめちゃめちゃ本当に あ小学校の時そろばん入ってて牛川そろばん俺も入ってたマジであの時お小遣い制度じゃなかったからマジでお金なくてああマジで人大丈夫大丈夫だと思う大丈夫あの人に知らない子とかにめっちゃ声かけて10円とか恵んでもらったギリギリだなお前の見え方が悪くなるっていうのはあるかも であれは本当に3年3年ってちょっともうこれが恥ずかしいっていうのもあるからでも小学校の時って6年生とかでも全然ゲーセンの下除いてメダル取ってたでしょあー俺ちょっとプライド高かったから足で足で取れる範囲までは取ってた <laughs> 俺はねこれちょっとプライド高かったわけよ <laughs> 小学校の時う もう全然全然だからマジで「お小遣いね」ってもらってじゃらじゃらじゃらこれを使い切ったらもうサバイバルだよなんかよいたわこの周りにさこのずっと見てきてなんか,なんか俺が100枚とか何十枚とか当てるさそうしたら「おお」とか言ってなんか恵みを求めてるやつなんかそう。結構近くにいるんだよこいつらってよ 一回もらったらわからんけどもう立ちの悪い大人と一緒だよもう何回でも来るからお前立ちの悪い大人に当たったことあるないけどないけど怖いい方するのあれが立ちの悪い大人になる子供だよああなるほどね味をしめてリピーターじゃないけどかリピーターああ あんなのってこっちも嫌な気持ちになるからなもうあげ, <laughs> あげないっていうことでなんかこっちも嫌な気持ちになるからそうそうそう,そうなんかケチになるからよ <laughs> ケチじゃないのよ自分のお金で遊んでんだからでもそれそういう子供だったお前違う違う違うだからじゃあ俺はあの人に恵んでもらうんじゃなくてあの自分で <laughs> あのサバイバルで下をそれちゃんと <laughs> なんかグレーゾーンだよだからそれグレーゾーンさ人,人の下とかまでいってたからお前いてない,いてない,い,てないだからマジで特に落ちてるのがあのいっぱいなんていうのメダルをほ入れてああはいはいはいなんか払い出しであれかなごめんなさいちょっと今 <laughs> 全然同時にしゃべれんやしお前いこれマウスそりにながらぐらいできるだろ <laughs> そんなに会話止まるそんなに <laughs> あ、コメント来てるよ。あコメント来てるね。待ってよ、ちょっと開始しそんなに <laughs> マウすいじるだけよ。<laughs> すごいなお前。あコートさんからこんばんは。あんなんか来てる。これ読んで領事さん的には読んでいいのかないやもう今ょう領さんいないんで。<laughs> <laughs> 読みましょう。あーオーケーあ、OK。おわけさん、岩倉さん、お元気ですかこの、なの お元気ですかの後になんか一一号入ってるけど一四一四ね一,一文字一文字ま <laughs> 何これなあのあアラバスタのやつ <laughs> だだだ,だ,だなイガラム、ね、イガラム,ガラムいやイガラムがコメントしてるわけじゃないのよいすごいコアのキャラが出てきたからこれ <laughs> も横言えたな、ね、今イガラムって <laughs> まあ、まあ、まあ、ま横、あ、入ってたな <laughs> 確かに。 あすごいねやっぱ癖強いですね確かにまあ元気は元気なんか体調崩したりとかはないんだ全くないなあ全くない体調ちっ体調崩しまあこのなん,なんて言うまあいろいろはほんにないけどね、うん、あんま言わん,や言わんやんにもおかしいけどむずっコロナってさ、うん、死にまさくない <laughs> もう今更だけど死にまさると思う死にまさるよなうんだから結局 微熱出た瞬間になんかもう周りから隔離されるみたいなそれはもうしょうがないまあまあしょ,う <laughs> しょうがないんだけどそれはしょうがないよあでもあれよ <laughs> この規定のなんか温度が出てなくてもちょっとなんか無症状とかがあるからさなんかそういうのも考慮して確かにななんかもうずっとうん どれもわからんけどずっとマスクだる多分もうこれからそうじゃないやばいよな一応最近見たニュースだとこの薬は一応できてきてるんだって <laughs> まあそうなんだのそうそうコロナにこの,あのアビガンってやつどうなったの アビガンとかはもう全く話しシ出ないけどあ<ー>要はなんか薬作 <laughs> ってないけどってお前なんか会議に出てるもん <laughs> <laughs> いやもうニュースで見ないぞアビガンとかあ<ー>で今どうなってるんだろうとか俺も分からんけど<か> <laughs> ただあれコロナに関する薬はあれらしい一般の人に投与できるのが来年の6月以降大体いいねだいたい目星がついてるそうそう寝そ干う一般に配布できるのがだからもうそれまではもうずっとマスクだし まあも当たり前かていうかもうマスクの文化が多分根付くと思うんだよねまあそうだよな、うん、今までにないからな<う>分からんけど逆にもう周りもあれじゃない過剰じゃない、まあ、至る所にアルコール消毒もあるし確かになんか確実に時代の変わり目に今いるよないるよね絶対まあいる,いるでしょうねなんかスマホの時もさ、うん、あんまり感じなかったけど確実に時代の変わり目にいるよなうな、ん、俺なんか 確かになんかこのちょっとしたのあるよ、うん、あの例えばあのー、フワちゃんとかフワちゃん、うん、<laughs> ちょっとたとえ違うよなんかこのプチ変わり目なんか流行語とかさ<ー>そういうのじゃなくてもう大々的に生活がちょこっと変わるみたいなそうそうそう生活水準が変わるよぐらいのとなんかあれにいるよね俺なんか、ね、確かにだってなんだっけあれ スマホの時相当変わったんで相当でもないけど確かに急ぎこのスマホできてまだ何年でしょいや結構でも10年10年以上経ってるよ経ってる経ってる経ってるまあ10年ぐらいだとしてさ10年ぐらい、うん、相当早くないここまで浸透はめちゃめちゃ早いやばいよな、うん、LINE とかもみんな持ってるでしょおばあもおじこの若いやつも持ってる持ってるやばいな だと最初俺高校の頃覚えてて、うん、なんか俺がこのスマホに変えたばっかだったのよ一番ぐらい、うん、みんなに「なんかこれ」みたいな「ああ<ー>ダッサーみたいな「あま、でかーみたいな逆にそうそうそう「<ー>絶対こんなのない」とか言われてたから、ね、<laughs> 確かに最初出た時ちょマジで太かったもんねうーんそう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 んそうそそうそあのー あれでしょアンドロイドってやつそそそうそうそう,そうオレンジのあれのちょっと違う俺はなんかソフトバンクだったかな、うん、なんかでそれでやってたんだけど、うん、そしたら「アングリーバードダウンロードした瞬間もう手のひら返しよ」「<laughs> 何!?」ってチャリソーしかしチャリソーでもみんなもうさ ゲー、携帯のゲーム、ラーのね、オーバーゲーとかね、ガラケーのボタン一個でできるチャリソーね。そう,そ,うそう、俺の俺のアングリーバードで手のひら返しみんな。<laughs> いや、アングリーバードやってたのよ。あやってたして。しかも俺もクラスで一番ぐらいあのスマホ変えたの流行って。俺あれあのドコモのギャラクシーに、ああ、はいはいはい。あのすぐ変えたときで、3D のやつ。 3D じゃないけど、うん、あ,ーあの英雄が出してたアンドロイドよりかはもう少し薄めちょっと薄い感じけどやや太めあれだろ下に3つボタン押せるだろあ押せる押せる押せる1個なんだけどこっちになんか戻るとかそうそう戻るとかがある3つボタン押せるやつの初期版をそうそう持ったのが自分が最初で確かに「アングリーバード入れた瞬間に 俺のとこころに帰っってこなかったよねスマホが <laughs> 全然帰ってこなかったんだ帰ってこなかったね確かになそれと斎藤さんね斎藤さんねなあ <laughs> でも斎藤さんはちょっと苦い思い出があって大丈夫あ大丈夫大丈夫あの自分の要はあれなんてソフトバンク要はアップルとボーダフォン ボーダフォンじゃないけ、ね、ボーダフォンもう終わってるから <laughs> 何何ソフトバンクとそうあの要はアップルストアと、はい、あのプレイストアああはい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 ではマックとマックじゃないかみたいなので、はい、要はソフトが違うのよアプリが入ってる斉藤さんでもあ,あそうそう斉藤さんは違う<の>斉藤さんってこともう斉藤さんないのよ検索ができないのよ あ、アップルはあ、あのアップルだっ,てだったらあるアップルストアだったらあるけどあそうだってそうそう、プレイストアにはなくてへ<ー>みんなが斎藤さん始めてるのに斎藤さんできなかったわけ<笑><笑>え俺できたマジでアンドロイドができないってことあそうそうアンドロイドできなかったんえ、俺なんかできてたけどなえっ、ー、ちょっとちょあのでてます偽物じゃない偽物 ちゃ,ちゃんとレビュー見た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 いやその時聞か分からんだろお前ほんとかお前 <laughs> 適当に言うなマジで見たその時かレビュー見てるやついるわいるいるいるあのあの初期出た時ほんとにサイがかかあの,サイのイラストがれているそう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 ,そう斉藤さんでしょあれで何回 <laughs> 何回女の裸見ようとしたかなわかるこれ言っちゃいい, <laughs> い,いのかわからんけどでも おでも前斉藤さんを性欲のはけ口にしてるのかみんなそうでしょ男はあでもえむ,むしろいや分からん俺は逆に話したいだけのやつの方が怖いよ分からんでも俺なんかつながれるツールっていうのは知っててだからちゃんと斉藤さんしたことないのよああそ,、ね、そうそう俺のアプリには出てこなかったから斉藤さんがああそういうことかそうそう周りがやってるのをなんか見てて なんか同じ,高同じ高校で学年違いの人でつながったりとかしてうおってなったりするそれだとすごかっただからそうそうそうなんか授業中自習でなんか携帯触ってるやつがいて斎藤さんしたら同じ学年あ一1個上の学年の人とそうそうそう個学年上の女男男,男,男と男男と男男しょうもない <laughs> <laughs> 全然面白くねえよ <laughs> 確率的にでもすごいだろそれで盛り上がればおおってっっておおってなって,って,なって男だったからパランってなって結局 <laughs> よくそいつ知ってるやつで切れたな <laughs> 俺は嘘でもトークするけどちょっとはね <laughs> 分からんようだから多分だらみんな女求めてることは知ってたけどどっちよや <laughs> 徐々にお前、ね、こっち側に行くんだ,ちょだけど <laughs> 見れないでしょ裸なんて <laughs> 急に確信言うねやマジでマジであ確かに見れたことないな確かにない,ないんかい確かに俺もう友達のお家泊まって、うん、スマブラ大会したつもりがもう途中でもう,もうどっか飛んでってスマブラ <laughs> もうテレビでいろんな各所でこの部屋のもうみんなでも朝まで。<laughs> おやくるだほ <laughs> ん当に <laughs> あぐらい本当にはやってたんだ斎藤さんはやってたな<ー>確かにでもあれは、うん、もう1高1ぐらいで終わったんじゃ急になんか<あ>終わったよなそうそう、ね、多分なあそっかだから俺なんかが流行った時は高2だったね <laughs> それお前とそう1学年違うから、うん、それそう,そうやん <laughs> <laughs> そうやんね、うん、確かに高参,、ね、参とかな,ないよなブームってなんか急に終わるよなテンプルランとかあーテンプルランテンプルランいたなーなんか最なんかこのずっとやってるやついたよなだからそうそうそうなんかパズドラとかもいたいたパズドラテンプルランあのライ,ラインの俺ラインやってないからライあやってなかったけどずっと <laughs> ラインのあのゲームあの走るやつ 走るやつラインランナーみたいなラインポコポコでラインラインルーズルームランナーは映画館 <laughs> あのライ, <laughs> ラインあみんなやっててし面白くないなんか横画面で走っておうおうただなんか撮ってみたいなと <laughs> ってねこのわ <laughs> か,か友達友達にアプリ <laughs> あのおすすめしたらあー分かる分かるあの何かね体力とか LINELINE 何なあみたいな <laughs> <laughs> 絶対分からん何だったかな <coughs> 俺はもう対抗師クレヨンしんちゃんの,、うん、あの炎のかす壁何とかしてたけどあ <laughs> 懐かしい <laughs> やってたんだ <laughs> ずっとねえー、何だったあれ LINE みんながもうみんなやってたもんこれ LINELINE? ラインそ l ラインポコポコとかけりひスイーツだったけり姫スイーツやってたあとにゃ,んにゃんこ大戦争とか、ね、にゃんこ大戦争ね俺一切関わってないもうひねくれてたからずっとあなんかこういうの手出したらなんかダサいみたいなそうそうそうで<ー>もう意味やからんゲームして誰もついてこないみたいなはいはいはいは <laughs> いは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 い お前何やってるバーって言われたかったんだそう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 お前がな自分が着火剤でありたいと思った結果ずっとカカオトークしてたよ俺 <laughs> みんながライフチにずっとカカオトークお前お前マジでカカオトーク長いことやってたんだ <laughs> カ,カカオトーク独特のスタンプあるから <laughs> <laughs> どこで使うのそのスタンプな, <laughs> なんか分からんけど あれやってたな俺一人で年年間間らい,いだからみんなも俺とやり取りするのカカオトークにしてくれてやり取りしてたな、うん、優しい周りだからそんなの岩倉カカオトークしかないからか <laughs> 絶対お前に送るやつ決まってるだろもう <laughs> 確かに全員が全員お前にほとんど電話だったな <laughs> だろうな、うん、クラス会あるってやつ確かに <laughs> ルーズランなんでじゃなかったな何だったかな何でお前分からんばいや分かよミーハーだろちょっとミーハーのつもりなんだけどいやラインポコポコとかあれなんていうのなんだっけあのディズニーあツムツムああ<ー>女子がイエーる女子をステータスにしてるやつでしょディズニーツムツムねうんあ,<ー>ああいうのとか引っ張りハンティングの引っ張りハンティングモンスとか モンスモンストモンストあモンストねモンストああとかは分かるんだけどそのお前が言ってるラインの走るやつはいやいや <laughs> めちゃめちゃやってて俺の周りにあマジでテンプルラインが全然思い出さないんだよな テンプなんかねゴリリー・ジョーンズみたいな縦画面のでしょあそうそう縦画面でなんか遺跡をずっとコインだけ取るみたいな <laughs> な,ん<か>なんか早くなってくるあそうそうそう,そうなんか障害物みたいなのが出てくるからそれをどんどんなんかスワイプでジャンプしたりなんかしゃがんだりみたいのでんど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 ん記録をはいはいはい伸ばしていくみたいなやつなんだけどかゴールがあるみたいなあったよなあ,あ,あ,あったかな、うん、あったっけなんかそういうい噂が テンプロランプラそそそそう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 ,そう,へうな俺なんかミーハーではないけど、うん、そういうのちょっと気になる人だから <laughs> お前がっつり足入れてるなっ <laughs> <laughs> ちゃんとちゃんとやってはないやってないんだけど <laughs> みたいなパズドラとか俺マジで一回もダウンロードしたことないしあすごいそれはすごいなモンストもあんな人口高かったのにそ<う>あの時でもめちゃめちゃ一回やらしてってやつ、うん、あああ スマホ持ってない <laughs> そう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 ,そう,そう<ー>簡単だろうって言ってやったらもう激怒されるっていう <laughs> お前ができる時じゃないなんか今分からんけどコンボが必要って言われてから分からんけど <laughs> あるんだろうあれそうそうそうコンボも必要だしやっぱり周りが強くなっていくとあれなのよね要はなんかフレンドと一緒に戦えるからなんか競い合いができるあ,あそうなんだ、うん であの時からかなこのパズドラが出てきてから課金のみんなの速度がなんか速くなったかな課金か課金課金したことある課金あのー、荒野行動に課金したことあって荒野行動なん荒野行動って荒野行動が PUBG みたいなこれいつ流行ったこれはほんとに2年前ぐらい荒野行動ちょっと 俺マジでよ。うん、こうやこうって聞いたことあるよ。なんだっ,っけなどんなの？あの要は無人島みたいなところに、なんかヘリコプターで百<ー>人降りて、グラセフみたいなやつかっていうよりかはなんか百分の一一番強いやつを決めようみたいな。何めちゃめちゃ面白そう。だからバトルロワイヤルみたいな。<laughs> 何っす。 絶対面白いやしその島に100人降りて同時にねあそうそう同時にコール・オブ・デューティーみたいなそれの100人対戦であのボイスチャットしながらとかできるわけスマホであそうそうスマホでえぐっそれが2年前に2年前 2>, ?2 年前なんだよもうこれ今からじゃ遅いな今からじゃ遅い <laughs> 今は何なのちなみにこのミーハーの和気からしたら今来てる TikTok 以外であれはもう俺らの中で論外だから なんだろうなだからもう俺もほんとに今ちょっと追いつけなくなってきてて <laughs> 別になんかあの体が老化したみたいな <laughs> 30代半ばみたいな言い方するけど <laughs> これ追いつけるだろいや追いつけるけど<前>何が流行ってるかがちょマジで今分からんえ<ー>ツイッター今8年ぐらいやってんねあツイッターに入ってくるんだよなううあそうそうそうツイッターにトレンドとしてこういうのが流行ってますっていうのが来るんだけど だなからなか今流行ってるのがあれじゃないリモートが流行ってるからズームな <laughs> めんなよななめんなよじゃなくて <laughs> ズームわかるわそうそうそうでもなめんなよお前今流行ってるのズームじゃないな <laughs> めんなよほんとに <laughs> 俺はさすがにお前それぐらいかわ,わかるわわかるうん使ったしお前足元で <laughs> 確か<に>ズームあれなんで,なんでいちいちズームで <で><あ>確かに顔見ながら話すにはちょっと分からんけど <laughs> それはもう置いといて確かに<の>え今何なんだろうないや LINE でもさテレビ電話みたいなのできるわけ複数であそうなんだそうそうそうあ何でズームが流行ったのかってことかおまみたいな <そう S 1> 確かにななんかとっても電波がいいとかでもないよねあ <ー S 2> ズームにこれちょっとお前確信ついたんじゃないか確信ついたか,ななんかこの怖い怖いところ行ってんじゃないあ今、うん なんかこのなんか触れちゃいけない闇みたいなそうなんかこのなんでまあこれ俺が今言おうとしてるのがよっ危なかいから言わんかったけどでなんかそういう闇ってあるさ <laughs> なんかこの <laughs>、ね、実はねみたいななんでここのあれだけが穴あなってるかと <laughs> かなんでなくならないと思うとか <laughs> そうあるあるある沖縄にも 1> 1個それは本当に俺大丈夫あ大丈夫かな一応狙われるかもしれない狙われない大丈夫ヤギバルにフリーメイソンのロッチがある、うん、狙われる狙われるような俺なこれな狙われるこれはこれ一応マジだからちょっと早すぎたな俺早すぎたこれ,れるあるばちゃんとあのメイソンのマークがいいへえそれちょっと本当に怖いな一応それ一応マジで怖くて一応マジで何年もあるけど 取り壊されははししなないいわけ人いる感じはしなくて完全にできてるやしストーリーもだからもうすごい何かの圧力が加わってるよね加わってるよね分かるわ、ね、かそ,それが本当に生きてきて今一番の謎<ー>電気ついてる時が一回だけ見たことあるけどそれがずっと真っ暗でもそのマークが大々的にあるんじゃないある玄関 <laughs> にあ,あれ 専門学校のところあ、そう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 しャるの。あれ、あれ、そうなのかなあれ、そうだよめちゃめちゃ隠れてないなめちゃめちゃ隠れてないでも、道路階に大通りにあるじゃん。大通りにむしろ、混んだ時も十い一分ぐらい見れるさ、あれ確かにまじまじとまじまじとおめでそんどっちだなってずーっと思ってるんだけど あそうなのちょっと怖いよなでもなあそうやりすぎ都市伝説でやらんかなって思ってるんだけどやらんね確かにこの家電とかもさ、うん、これやめとこう <laughs> 俺がこのバイトやめてから言うか<笑><笑>お前のバイト先の闇があるんだいや俺のバイト先ではない全部の家電にのついてあ、えー、闇があるんだ闇があるかわからん <laughs> <で>もうこれ何でそこを濁すの 本当にアホなんだぞ俺ってもう <laughs> 言いかけてもう <laughs> 言いかけても言ってるようなもんだからなこれ <laughs> も,も,いもう言 <laughs> えよってなるけど <laughs> 心の奥底では確かにでもくさ、まあ、全然大丈夫と思うけど、うん、家電ってよ、うん、どんどん寿命が短くなってるらしいわよ、うん、あそうなんだ新しい機能どんどんついてきてみたいなうん電力のほうがね使いもしないのに <laughs> 使いもしないというか一回も使ったことない機能もついてるし確実にそうやん確かにね特にあ一番あるの寿命短い家電って一番って言わないけど昔の家電とか回収しに行ったら「うん、なんかありがとね」この20年使ってたとか何十年だからでも最近のやつはもう5年とかさあ 一桁になったもう一桁だな書かれてるしもん寿命あ,あ寿命って書かれてるんだ大体7年って書いてあるへえじゃあそれ以上持ったらもう結構えぐいんだそうそういい方っていうか多分分からんけどそういうふうに作ってんのかでも家電買い買える時大体の人なんか同時に壊れるわけよ あーこの季節っていうかいやこの寿命が一緒だからこの買った家電が、ね、はい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 そう,そうそうそういうのとかもちょっとなー、うん、すごいよな計算がす,すごいなってかそこまでぴったりなんだなんかだからなすごいよねこんないちょすごいしか言えないのすごいしか言えないのほんとにうんはい一応、はい、50分かな <laughs> <laughs> すごい切り返したけど斬新だな、うん、51分だね今であんまりしようで言わんで終わる時何分だからとかめちゃめちゃ全部言うやし <laughs> まあ俺の時もそんな感じかまあそんな感じでしょうこれなんな告知あるんだよなこの時間帯あそうなんか告知あるあ,あるえんにちなんか絶対あるだろう吉本絶対あるかな絶対あると思うよ もう最近さ絵しか描いてないからさ吉本のスケジュールがマジで分かんないのよ。<laughs> 天才的な描き方してそんな周りのものが入ってこないみたいなもう白目向いてなんか「ほっほみたいな気が付いたら。 そんな書き方してればお前いやそれぐらいのことよお前が今言ってるのって <laughs> いやそんな大げさに取られなくてもいい,い,やいやそう聞こえるって <laughs> 聞こえない聞こえないお前が過剰すぎるんだこの変換が <laughs> すごいな天才現るな<笑><笑>で何この告知は告知あれば 2なんか <laughs> 二人ともさ携帯出すけど LINE、うん、とかさなんかこの情報を調べないと告知出ないわけよ。2 <laughs> 二人とも携帯眺めてお互いが探すのやめない。 絶対誰かが探さんで出ないだろこっ <laughs> ちゃちゃマジでもう吉本の今のスケジュールっていうか予定とか正直分からんのよいやだから LINE <laughs> で調べたら出るだろ出ない出ない出ないことないだお前ずっとお前ホーム画面やでしょお前 <laughs> せめてトーク開いてお前やってるふりはしでお前ないお前2人でやってるふりしても1人がお前何やってるしか言えないだろ <laughs> じゃあもうとりあえずないないないでいいか <laughs> あまあそうですねであのそうですね マジでもう,だもうお互い探してないしもう告知したいことだけ告知しよう時時間も時間もですしそんなんで自由ではじゃあ,あえー、ちょっとねキャンマーブキー殴る動画、うん、まあ緊急事態宣言終わったんですけど、はい、ちょっとねあのー、ちょっとあの厳しめのちょっとやるなっていう感じのことという状況なので一回ね、うん、キーは殴るのはちょっと あれとしてあストップするもう、うん、それもう何か考えてとりあえず次のステップにあ<ー>もうできる範囲の中で、うん、面白いことしようかなっていうことに切り替えますのでおじゃあまた一応配信はまたスタートするっていうこともちろんああ要はあちょっと楽しみがまた増えましたね、はい、で僕あの本当に毎日あの有名人の誕生日でイラストを描いてますのではい、はい、ぜひ気になった方はあの見て ツイッターでいいねリツイートしてくださいよろしくお願いしますはい、はい、今日は今日のラジオどうでした漁師さんいなかったっすけどそうですねなんか伸び伸びとさせてくれてたんだなって思うよな <laughs> 伸びあ確かにな <laughs> 伸び伸びとさせてくれてたなうんさせくれてたな <laughs> ん <laughs> くれてたなっていうのはあれだけど本当にでもめ,助かめちゃくちゃね、うん、あ,のありがたみが分かりましたよねそうっすね確かに、うん、いやもうここの1の本当に重圧が結構重いっていうね <laughs> そうだな確かにいろいろんか触らんといけないし触ら、うんといけんしではい感じでいいのかな感じで今日はもうお時間ということではい、はい、そ,れはそれではうるま応援団終了いたしますそれでは せんないら。さよなら